ここではデジタル人材育成プラットフォームの全体像についてご説明します。経済産業省では地域企業の DX を加速するために3層構造のデジタル人材を育成するプラットフォームを構築し、デジタル人材の育成を推進します。デジタル知識・能力を身につけるためには講義の受講などに加え、ビジネスの現場における課題解決の実践を通じた能力を磨くことが重要です。本プラットフォーム最大の特徴は、教育コンテンツの集約・提示に加え、民間市場には存在しないケーススタディ教育プログラムや地域企業と共同したオンライン研修プログラムを提供し、すべてのビジネスパーソンに求められるデジタルリテラシーと専門的なデジタル知識の学習機会を提供します。また企業が DX を実現するには、経営層を含め企業に所属する一人一人が DX に理解・関心を持ち、自分ごととする状態を実現した上で、関連する専門性を持った人材が活躍し、DX 戦略を推進することが重要です。そこで、すべてのビジネスパーソンに DX に関するリテラシーを身につけてもらうとともに、専門性を持った人材の確保・育成のために、個人の学習や企業の人材育成・採用の指針であるデジタルスキル標準を公開しています。本標準は、DX リテラシー標準及びDX 推進スキル標準の2種類で構成されています。また社会環境・ビジネス環境の変化に対応するためには、働き手一人一人が状況に合わせて学び続けることが重要です。そこで DX に参画し、その成果を役立てる上で必要となるマインド・スタンスや知識・スキルを示す学びの指針として、 DX リテラシー標準を策定しています。この標準に沿って学ぶことで、世の中で起きている DX や最新の技術へのアンテナを広げることができます。 DX 推進スキル標準は、企業が DX を推進する専門性を持った人材を育成・採用するための指針です。これを活用することにより、例えば DX の推進に必要な知識やスキルが明確になるとともに、それらの習得に向け適切な学習コンテンツを選択し、学習することができます。また企業や組織においては、自社が優先的に備えるべき人材の役割が明確になるとともに、自社の研修コンテンツを見直すことができます。経済産業省では、 DX 推進に向けた個人の学習や企業の人材確保・育成の指針であるデジタルスキル標準と、実践的な学び場を提供するデジタル人材育成プラットフォームを通じて、全国の皆様がデジタルスキルを身につけるための支援を行っています。